ばさん、今回2種類のバカにしましょうか。2種類のバカと。まあ今回ね、鈍感力良かったんじゃないですか。で、バカには2種類、バカには二種類あると。あ、バカには2種類あるんでしょうかな。バカには2種類があると。うぅうバカには2種類あると。 まあ、あの、久保さんとの一番最初のあれは、僕はバカですっていうね、あの、なんだ、入り口の絵、あの、だったと思うんですね。ま、僕もね、人前で話すっていうのは、めったになかったんで、うん、ね、ずっと裏方でしたから、ま、僕バカです、みたいなね、入りましたけど、ま、単純にこれは、あの、2種類っていうのは単純で、バカを使える人間か、 バカに溺れるか、どっちかです。はい、申しますね。バカを使えるバカか、バカに溺れるバカか、どっちかです。まあ、どういうことかっていうと、僕はね、まあ、一番久保さんの、まあ、久保さんも覚えてくれてる、僕はあなたよりバカですと、漢字も書けませんっていう、バカを使ってたんですよ。で、今もバカを使ってます。バカを使って発信をしてます。バカだから発信できるんですよ。バカを使って発信してます。だけどね、あの、バカに溺れるバカは、 僕はバカだからできない。僕は人より劣ってるからできない。バカを使ってないですよ。<laughs> バカに溺れるっていうね。これいいんじゃないですか、久保さん。<laughs> バカを使い倒すっていうね。そう。もはやもう漢字が書けないのが、なんかね、あの、この前までセールスしてたんですけど、なんか深夜撮ったやつ、なんかあの、90引く44ができなかったんですよ。<laughs> 90-44ができないんですよね。あれこれ、わかんねえな、みたいな。もうバカを使うみたいな。で、僕、引けなかったんで足したんですけど。あ、足せばいいな、つって。<laughs> でもね、久保さん、あの、売り上げ100万を超えてますから。はい、大丈夫です。<laughs> こいつ、え、算数もできないのかみたいなそう。算数もできなくても、100万は作れます。 算数ね。できなくても100万使え、売り上げ作れるんですよね。不思議ですよね。いってらっしゃい。